はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、今日が12月の25日クリスマスでございます。皆さんクリスマスは何をしましたか？素敵なクリスマスは過ごせましたか？私は今日クリスマスパーティーを友達とやるので、それのご飯をね作っていこうと思います。今お昼で友達が夕方ぐらいから来るんですけど、ちょっと張り切っちゃって品数をたくさん作ろうと思うので、もう今からスタートしていこうかなと思います。で、友達はねケーキを買ってきてくれるみたいなので楽しみにしてます。クリスマス、これ上がる頃にはもう終わっちゃってますけど、何かの参考になればいいなと思うので、今日はシナハン撮っていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあ作っていきます。まずはクリームシチューを作っていきます。じゃあまずじゃがいもを2つ使います。適当な大きさに切って水にさらしておきます。じゃあ続いて人参なんですけど、これめっちゃでかいの伝わるかな、めちゃめちゃでかいんですよ。これ20センチぐらいありますめっちゃでかいんですけど、これをいきます。人参はそんなに使わなくて大丈夫かな、ちょっとで2人分なのでこのぐらい。人参もまあ同じ感じで適当に切っていっちゃいます。そしたらさっき垂らしておいたじゃがいもと人参をボウルに入れてラップして 600W で3分加熱します。玉ねぎを半分使います。玉ねぎはくし切りで、ちょっと太めがいいかな。そしたらですね、こちらの鶏肉に塩コショウを振っておきます。で、これを飲み込んでおきます。ブロッコリーを4分の1ぐらいかな使っていきます。よく水で洗ってください。洗ったブロッコリーに水を少しだけ入れて、お塩も少しだけ振って、ラップをして600ワット1分半で温めます。鍋にバターを入れて溶けてきたら鶏肉を加えます。よし、そしたらここにさっきのじゃがいもと人参と玉ねぎを加えます。これで玉ねぎがちょっと透明になってくるので炒めます。薄力粉を大さじ1と2分の1加えて、粉っぽさがなくなるまで炒めます。水を 100ml と牛乳を 250ml とコンソメを小さじ1杯と、こちらのローリエを入れて軽く混ぜて蓋をして、ちょっと火を強めます。で、沸騰したら蓋をちょっと取って弱めの中火ぐらいにして混ぜたりしながら、お野菜が柔らかくなるまで煮ていきます。さっきレンジであらかじめちょっとチンしておいたので、そんなに時間はかからないと思うので5分とかそのぐらいかな。5分ももしかしたらいらないかもしれないですけど、様子見ながらちょっと煮ていきます。だいぶ柔らかくなったので、こちらのチーズを加えていきます。あ、てかね、今日クリスマス当日なんですけど、スーパー行ったらチーズが売り切れで、はしごしました。そんなことあるんだと思って、なんかモッツァレラチーズとかそういう系とかも結構売り切れててびっくり。これでこのチーズを溶かしていきます。じゃあチーズが溶けたら塩コショウでちょっと味整えていきます。鶏肉に結構しっかり振ってあるから、そんなに加えなくてもいいかなと。よし、そしたら味も整ったので、最後ブロッコリーを入れていきます。ブロッコリー大きかったかな。ということで、こちらでホワイトシチュー完成です。美味しそう。では次、ポテサラを作っていきます。ちょっともうすでにやっちゃったんですけど、柔らかくしたじゃがいもを 300g 入れます。これ
ではマッシャーで潰していきます。こちらにシーチキンを加えていきます。ちょっと今日はシーチキンのポテサラを作るので、これはもう全部油ありのやつですね。オイルごと全部使っていきます。混ぜます。マヨネーズを大さじ2と1分の1入れていきます。塩コショウもちょっと入れていきます。そしたら人参を適当なんですけど、このぐらいかな、使います。これを輪切りに切っていきます。5ミリぐらいかな。じゃじゃん、星形の型抜き器でくり抜いていきます。よ、こんな感じで、かわいい。大きめのやつでもちょっと1個か2個かくり抜いておきます。お水から人参を茹でていきます。柔らかくなったものから先に揚げていっちゃいますね。ツリー作る？ツリー作る。ツリーのポテトサラダがあるんだ。ツリーやる。でもできるか分かんない。私デジタともに認める不器用な日本語あるから。すごいね、飲め。何やごめん、そこで本気具合が言われたでしょ。素敵ね、あなた本当に。ありがとう、ありがとう。これを三角錐の形に乗せてツリーの土台を作ります。三角錐、これ全部使っていいってこと？いいよ。これこのさ、丸にする。図工みたいな。もうね、料理じゃないです、陶芸教室。ブロッコリー、こういうこと？そう、多分そう。なんかさ、あのビースみたいな、あのあれあんじゃん、なんかモールみたいなリボン。モールってわかる？わかるよ。モールみたいな、そのキュッキュアのリボンじゃん、首からかけたりしてる。ああ、あれをかける感じ。これ合ってんのかな。合ってる、合ってる。自信持ってこう。はい、最終形態可愛くなるの。そうだよね。トマト、さっきトマトあるじゃん、これトマト。いい感じで、いいよ。このキットの食べていい？いいよ。美味しい、このトマト。うん、美味しい。頑張って。これさ、マヨがないとまとまらない。ちょっとだけ。いやー、おー、可愛いじゃん。可愛いよ。可愛いくない？思わずみんな可愛いと言ってしまう。言っちゃう。はい、任務完了。終わった？うん。そしたら続いてピーマンの肉詰めとパプリカオムレツっていうのを作っていきたいと思います。どっちもオーブンでできるので、ちょっと一緒にね、やっちゃおうかなっていうふうに思います。じゃあまず玉ねぎ半分をみじん切りにしていきます。これは肉詰めの方で使うやつです。ふわっとラップかけて1分ぐらいチンしておきます。パン粉を小さじ2杯と牛乳をちょっとだけ入れてパン粉をふやかしておきます。合いびき肉を 125g 使います。ここに玉ねぎと塩コショウ、これをよく混ぜます。先ほどのパン粉を入れてさらに混ぜ合わせます。粘り気が出るまで混ぜていきます。ピーマンを半分にして種を取ります。種が取れないように片栗粉をふるっていきます。そしたらここにお肉を詰めていきます。詰めれたやつから天板の上に並べていっちゃいます。多分ね、肉だねがちょっと余っちゃうかもしれないので、余ったらなんかまあ丸めて肉団子みたいな感じで一緒に焼いていきます。パプリカオムレツに使う人参をちょっとだけ切っていきます。じゃじゃん、パプリカを2つ赤と黄色1個ずつ使っていきます。これを半分に切ります。中の種を取ります。オムレツの液を作っていくんですけど、卵をまず2つ割り入れます。ちなみにオーブンを今210度で予熱してます。さっき切った人参とウインナーと枝豆を大さじ2ぐらいかな、そして牛乳を大さじ2と、あと塩コショウをちょっとやって混ぜていきます。
アルミホイルでこんな感じで器を作ってパプリカの下に引いてちょっと固定させます。崩れないように。ここに今作った卵の液を流し込んでいきます。パプリカが大きすぎて液が足りなかったのでもう一回卵液作りますね。よし、そしたらこんな感じで肉詰めとオムレツができたのでこれをオーブンで焼いていくんですけど、途中でねちょっと焦げすぎないように焼き色がついてきたなって思ったら上からアルミホイルをかぶせて中まで火を通していきます。そしたらレンコンを本当にちょっとでいいんですけど揚げていきます。結構薄めに切って、これをまた縦長になるように半分に切っていきます。ちょっとだけ水にさらしておきます。今オリーブオイルをちょっとだけ多めに入れて温めてます。はい、だいぶ温まってきたので軽くレンコンの水気を切って素揚げでいきます。で、いい感じの色になってきたらバットにあげます。これさ見えてんですかね。見えてないと思う。トマトが主役みたいになってる。真っ赤だよだって。これなんですか。すごい可愛い。可愛くない。うん、見て可愛い。あ、ね。お花が取れちゃった。ね。はい。なんでしょう。何？うん、ねえって言ってみたものの、おいってことね。そう、呼んだわけじゃなくて、そう、おいっていう方。あ、それね。うわ、何これ。パプリカオムレツ。めっちゃ美味しそうなんだけど。嬉しい、そんな言ってくれて。じゃあ、ピーマンプレート。はい、じゃあ続いてミートローフを作っていこうと思います。まず玉ねぎを4分の1使います。これをみじん切りにしていきます。そしたらピーマンも使っていきます。ピーマンもみじん切りで。マジで撮影しながらが本当大変すぎて想像以上に時間かかっちゃってます。本当はもうちょっと早く終わるはずだった。パン粉を 15g と牛乳を大さじ1と2分の1加えてパン粉をふやかしておきます。やばい、パン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 になっちゃった。そしたら肉ダネを作っていくので、合いびき肉を 260g 使います。ここにお塩をちょっと入れてこねていきます。粘りが出るまでこねていきます。そしたらここにさっき切った玉ねぎとピーマンと、さっきオムレツを作る時に切った人参のみじん切りを入れて、卵2分の1とさっきふやかしておいたパン粉、あと塩コショウ入れて混ぜていきます。アルミホイルを二重にして並べます。ここにベーコンを縦に並べていくんですけど、ちょっとこう重ねる感じで並べていきます。オーブンを230度に予熱しました。で、ここから種を詰めていきます。種は2等分ぐらいにして長方形になるように置いていきます。で、この中にゆで卵を置くのでちょっと中央をへこまして、あらかじめ卵は茹でておいたのでゆで卵2つ入れます。うまく剥けなくてガタガタになっちゃいました。またこれを上から残りの半分を持っていきます。そしたらばこのアルミホイルを巻いていきます。ギュッギュッとやって両端をねじって固定させます。
天板にクッキングシートを引いて乗せて、これを230度に予熱してたオーブンで30分から40分ぐらい焼いていきます。はい、今こんな感じでちょっと肉汁がね溢れちゃってたんですけど、30分かなやりました。これでちょっとこう刺してみて透明な肉汁が出たら OK なんですが、あ、大丈夫そうですね。見えたかな。これでバットに移して15分蒸らします。細胞のこちらを切ってみます。わあ、わあ、すごっ。どういうこと、どういうこと、え？ベーコン皿みたいにしてるってこと？そう、ベーコンまず引いて、ベーコンを並べて敷いて、その上に肉を乗せて、卵を乗せて、肉乗せて、天才だよ。で焼く。てください、この断面。100点満点じゃん。じゃーん。油乗ってます。やだ。でもなんかさ、コストコ見ちゃったじゃん前回。普通の買うとなんかさ、でかいんだよそれも十分。でかいよ。でもなんかでかいのレベルがさ、もうコストコじゃん。ダメだったね、コストコで一発目にやるの。わお。うわあ。大歓喜。私たちの大好きなホタテ。いいんじゃないですか。ズミちゃんです。すごい。見て。ホタテちゃんの圧倒的。え、めっちゃ美味しそうなんだけど、え、この間は何が入るの？中に貝割れもボーン全部貝割れ好き？貝割れ好き。え、美味しそうなんだけど。美味しそうなんだけど。美味しそうなんだけど。ケチャップと何？ウスターソースとバター。マジ何の話してんの。こんなクリスマスでした。さよなら。